土佐光成筆、土佐光つ像、源氏物語絵巻、二十条、朝顔、バークコレクション土佐光つ置禄四年九月二十五日は、江戸時代の土佐派を代表する絵師。泉国境出身。父は、土佐光則、本生は藤原、陽名は、藤光丸。住吉女系は、父の門人。子は、土佐光成、土佐光親。源氏物語絵巻。 四十二条、二大宮、バークコレクション、源氏物語へ巻、き、条、若紫、バークコレクション関営十一年、十八歳で父に、従い、京都に移り、女王三年三月十日、三十八歳で、十五位した左この衣装言に除され、この時、永十二年の戸佐光元戦士以来失われた、宮廷の江所は図職に八十五年ぶりに復帰したと、考えられる。 この職を取り戻すのは、とさけの悲願であり、三つきを、とさけ中高な祖と呼ぶのもこれゆえである。同年からの女王土教徒御所造営では、女系と共に参加し、襖絵、杉戸絵を制作した。御水のお天皇の覚えが厚く、三つきは改めて自邸に、絵どころの称号を直挙され、直挙外院の印象を用いるのを許可された。後の遠方九年、息子、 三成に、宮廷ど所、あずの地位を譲り、五月二十九日補京となり、帝発、法名を、上明とし、春加玄と合す。上京二年四月十二日には、法元に除した。元六四年、京都で没。京年七十五。法名は、都市三院で生まれ上昇古事。墓所は、千音寺。要望は、祖父、とさみつよしに似ていたといい。 この三つ成による肖像画が残る。山和絵の主流だった土佐派に飽きたらず、ライバルの仮の葉や草原画を学び、従来の恩惑な山戸絵に、国名な写生描法を取り入れ、江戸時代の土佐派様式を確立した。特に南宋の引退係案中の、うずらずを、父譲りの細密描法を用いて、しばしば描き、後の土佐派の絵師たちに描き継がれている。 江戸中期の国学者、夕食古実家である橋本京介は著書、梅窓筆記で、三つのうずらの絵に、猫が飛びかかったという伝承を記している。また、画題の面でも、風俗画や草傷など、それまでと佐派が描かなかった題材を取り上げ、精神な画風を作り出し、と佐派の再興に成功した。死の前年にあたる元禄三年に、本庁画法大伝を書き残す。 この中で三つは、この本はそれまで苦伝であった土佐家伝来の秘伝を誤って伝えられるのを恐れて表したが、決して人に渡してはならないと固く今占めている。内容は、中国の画論に、しばしば見かける、画の六方、三子が十二期といった説明から、様々な技法、筆や顔料のことなど、極めて実践的な記述が多い。三つは土佐派の特質を、 異国の側、文のごとく、本庁の側、死のごとしと評している。また、仮の派を鋭く批判する声が聞かれる一方で、粉本主義が明白に打ち出されており、同時代の仮の派と類似した体質が指摘できる。ありがとうございます。